はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員くつらじょうじでございます。のぶき様、コレイ JP 様、ジョスイ様、田中様、マミコ様、マミコ様、お手紙もご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援くださっている方もいらっしゃいですね、誠に恐縮であります。ありがとうございます。投票日の葛飾区議会選挙にテレビ改革党から高橋純也が立候補しております。葛飾区の方にお知り合いいらっしゃる方、ぜひともお声掛けの方よろしくお願いいたします。通報ありまして、テレビがないお宅にですね、 NHK 集金人が訪問してきまして、テレビがないことを登録しておきますので、こちらに住所とお名前を、なんて言われてですね、差し出された紙が契約書だった。あははは、受信契約書だった。これはいはいなんつってパパって書いちゃうと契約したことになっちゃいますよね。これ受信料っていう財物の被害も予想される完全な詐欺事件、詐欺未遂事件ですよね。もうこれを詐欺として、詐欺と言わずになんという、集金人に両親は皆無。まあ、サイコパスっぽいな、こいつな。まあ、通報あっただけじゃなくてですね、全国でこういう被害多数と思われます。特に高齢者さん。わけもわからず書いちゃうかもしれないもんね。これ集金人の裏掲示板とかあって、こんな風に騙したらうまくいった、なんていうことが、話し合われてんじゃねえか、なんて疑っておりますけどね。録画してですね、被害届出して、詐欺未遂ってことで裁きを受けさせてやりたいですね、こういうやつにはね。読売報道、選挙を経て自公委の改憲勢力は352議席となり、発議に必要な310議席を完全に上回った、3分の2必要。今までも上回ってたんですけどね、自公でね。ネットの反応です。公明が裏切っても310確保。公明抜きでもいけるから。平気平気。公明はだんまりか。交換条件狙ってた。公明、ざまあ。発議に賛成するからこの条件を飲めとか言ってたでしょうかね。でしょうかね。維新躍進で一番割り食ったのが公明。そうだね。公明が名前切ったら、じゃあいいよ、維新と組むから。って、自民は言えますもんね。9条を未だに熱心に信仰している高齢者がいることが信じられない。私も信じられませんよ。世界で日本しか採用してねえ、こんなもんね。なんで人と一緒、みんなと一緒が好きな日本人が、こんな世界唯一のバカな条文、バカな憲法、信仰してんですかね。日本人は黙って殺されるっていう条文ですよ。何が平和憲法だって話で。全ては参院選以降だろう。俺が生きてるうちに一度でいいから国民投票させろ、いう意見がありました。参院選の結果が良ければですね、当然改憲の話も出てきますね。立憲共産社民は相変わらず憲法審査会を開かせない作戦続けるだろうが、これ憲法審査会の日取りを決める幹事長会に出席しないっていう手でサボってるし、バカの一つ覚えでね、続けますね。立憲の中には、それはちょっと、批判が強くなってきましたので、弱気になるやついるかもしれないですけど、もうすでに立憲の隅々まで、共産党の毒が回ってますから、不可能ですね、裏切ることは。そのたんびにですね、審査会を流会にしてきた、ことなかれの権化、弱腰バカ野郎、森山国対委員長76歳に代わってですね、今度は高木剛さんって方が国対委員長になるそうであります。65歳。新国対委員長はですね、かまごとないから、立憲共産社民抜きで審査会開催しろよ。次は民民も、参加するっちってんだからね。森山国対委員長76歳。こいつね、バカ野郎ですよ。本当に。
野党に遠慮して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 、野党が出ねえって言えばそうですかっつって、あの会自体をなくすということを3年ぐらいもう続けてんのかな、のっぱが野郎、あの森山がよーと、静岡で無所属当選した細野武武って読むんだよねこれね、正式に自民党入り決定。静岡自民県連と細野にダブルスコアで負けた、吉川、あ、これなんて言うんでしょうね、吉川なんちゅうんだろうねこれ、衆議39歳は反発したが、いずまーでたっても細野に勝てない吉川をですね、本部が見切った感じであります。これで自民党は262議席の絶対安定多数プラス1になりました。ネットの反応です。とうとうみそぎも終わったか、むっちゃ出世しそう、モナオと呼ばれて早15年。15年か、早いっすね。あれでしょ、山本モナと不倫して路上でチューしたの写真撮られちゃって、ダブルスコアで負けた吉川どうすんの。無所属に負けるような県連会長ならクビでいいだろう。県連反発って吉川が負けるのが悪いんじゃん。なんだかんだ能力高いし頑張れやーというようなですね意見がありました。吉川、読むのなんて読むかわかんない、39歳は今回で細野に選挙4連敗だそうで4連敗だそうであります。もう細野強い、まあ、こんな顔してん、まあ、キューピーみたいな、つるっとした顔してるんですけど、地元周りね、真面目にやってないのか、細野が強すぎんのか、この人自身に魅力が全然ないのか、魅力が全然ないのか、まあ、あるいは、そのすべて。魅力が全然なくて、地元周りもちゃんとやってなくて、細野が強すぎるっていう。だから4連敗。それでもですね、衆議院議員3期やってるんですよ。核武装について将来にわたって議論すべきではないとか言ってるし、こいつ邪魔なんだよな、はっきり言って。何のために自民党入ってんだがさっぱりわかんねえ、邪魔な政治やとでも言うんでしょうか。しかも魅力がない3回連続比例復活のプロゾンビ議員であります。3期、今度で3期目、39歳で3期っつったら結構のベテランですよね。細野が正式に言うとで、次の選挙は自民の公認もらえませんね。国替えするか、県知事選や市長選挙、あるいは県会議員になるか、あるいは消えてなくなるか。まあね、核武装すべきではないのっつってんだから、邪魔だから消えてほしいんですけど、自民が議席が一つ増えたのは、頂上であります。まあ吉川がどっか行けばですね、次は1減っちゃうんですけど、静岡の選挙区、一つの選挙区で、細野と吉川、2人議員出てますんで、まあ吉川が消えちゃったら次は一変ですけどね。議員について、試験、私の意見なんですけど、男性にも女性にも人気ある人が向いております。これモナをですね、15年前か。モナオも35歳でした。35歳ではな、これ美女の誘惑には抗えなかったのかな。一人にも支持されなくてですね、なんで何万人にも投票してもらえるのかっつう話ですよ。つまり本人に魅力ないとちょっと難しいな、話。細野は魅力あるんでしょうね。実際に見たことはないですけど、美女に誘惑されるぐらいは魅力あんでしょうね。山本モナも今は違う人と結婚してですね、13年目、3人子供に恵まれてですね、幸せになっとるそうです。よかったよかった、あーという感じでですね、玉木雄一郎、吉野連合会長と会談いたしました。共産党と一線を画してで一致、つまり共産党とは距離を取れっていうことで一致したみたいであります。吉野会長、労働問題は複雑化しており、今後の政党支援は是々非々でというふうに
発言しておりました。立憲も民民もですね、今までみたいな全面支援は懲りたみたいであります。ネットの話、選挙結果見て露骨に距離を取り始めたな、これ共産党とね、立憲がダメージ受けるなら大歓迎、立憲は参院選もダメそう。今更わざわざ立憲社民令和と会派を組む必要もないしな。維新と組みたいみたいですよ、民民は。そんなこと言ってた。国民から立憲に行ったやつは後悔してるだろうな。小沢とか、小沢違ったっけ、森友子とか連合の支援欲しさに立憲から移籍するやつ増えそう。連合票目当てに立憲からゴミが大量に漂着してくるだろうな。立憲を受け入れたらシロアリにやられるだろう。もう共産に牛耳られてるからそれは無理。連合はもう自民に乗り換えろというような意見がありました。泥船立憲から逃げ出すネズミ、民民を目指すっていう構図でしょうか。ですけどこれ入れたらですね、希望の党が民進党に乗っ取られたみたいにですね、内側から食い尽くされますよね。希望の党まんまとね、民進党に乗っ取られましたもんね。乗っ取った側に細野も言いました。維新があるから民民が立憲と一緒にですね消滅しても別にいいんですけどね。つうかむしろそれがいいと思います。2つ証明してですね、消滅してですね、自民、維新、公明、共産って4つの党に集約されたらすっきりするしね。旧社会党の連中はですね、令和にでも取り入って、令和壊してほしいななんて思っております。ローソンがやりたい放題だとですね、国鉄が結局は消滅したじゃないですか。これローソってもういらないんじゃないのっていう証明になってませんか。待遇にね不満だったら転職すればいい話ですよね。今は労働自由化っちってですね、なんだかんだ言って個人の資質が問われる時代ですから。世界との競争にさらされる企業ですね、ローソが言いたい放題やりたい放題、給料上げろ上げろって、企業の懐具合もう考えないで給料上げろ上げろっつってたら会社潰れますもんね。でそれは労働者も望んでないでしょう。韓国 GM、 韓国ルノーはですね撤退しましたね。ここね、ローソがやりたい放題やってですね暴れまくって、とにかく給料上げろ、労働時間を減らせて暴れまくって、結局撤退しちゃいました。だいたいですね、労働者の待遇に無関係のですね、半原発だの五軒だのばっか一生懸命ってるね、労組は有害ですよ、はっきり言って有害。労働者の助けにはなってくかもしれないですけど、その他のことがダメ、全然ダメ。イラン労組に加入しないでください。組合員が減れば外毒も減るでしょ。でね、維持できないってなったらば消滅してくれたら全くそれでいいですね。嫌なら転職すればいいんじゃねえ今時、いう話であります。労組は結局ダメだ、いらねえ、必要ない。国鉄がそれを証明しているというのが私の試験、今の私の判断中か、そう主張させていただきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。